満州国国務院満州国の文章満州国国務院は満州国における行政機関。国務総理大臣官邸1932年の建国時には国務総理大臣として抵抗所が就任し、1935年には軍政部大臣の長経刑が国務総理大臣に着任することとなった。最初のうちしばらくは現地の中国人が 官僚のポストに就くことが多かった。しかし、後に、それらの官僚たちは、日本の出身者たちに置き換えられるようになっていき、定正移行後の方が、日本人の官僚が多く、重要なくらいに就任していることが、見て取れる。したがって、実際の政治運営は、満州帝国中札第2本、帝国特命全権大使権関東軍司令官の指導下に行われたものであった。 元首は首相や閣僚をはじめ管理を任命し、完成を定める権限が与えられたが、関東軍が実質的に満州国高級管理、特に日本人が主に就任する総務庁長,長官や各部次長などは高級管理の任命や罷免を決定する権限を持っていたので、関東軍の同意がなければこれらを任命することができなかったのである。満州国の国家公務員の 約半分が日本内地人で占められ、高い地位ほど日本人占有率が高かったのが満州国の官僚制の実態であった。しかも、これらの日本内地人は満州国国籍ではなく日本国籍を有したままである。法級、税率面でも日本人が優遇され、中国出身者は礼遇されたという。関東軍は満州国政府をして日本内地人を 各行政官庁の長、次長に任命させてこの国の実権を握らせた。これを内面指導と呼んだ。これに対し、石原官人は強く非難していた。しかし、台湾人の社会席は外交部総長に就任しており、裁判官や検察官なども日本内地人以外の民族から任用されるなど、日本内地人以外の民族にも行為交換に達する機会がないわけではなかった。 しかし、これも日本に従順であることが前提で、初代総理の抵抗書も関東軍を批判する発言を行ったことから、半ば解任の形で辞任に追い込まれている。このようなことから、日本とは別の国家であると宣言されたにもかかわらず、満州国は半ば日本の植民地であったと言える。そのため、国務員をはじめとする行政組織は日本の区靴に過ぎなかった。 1934年の組織法で以下のことが規定された満州国では議会である立法院が会員されなかったため事実上国政の最高機関であった。体制上は国家元首である不義の直属の組織であったが実際の国務院には関東軍から送り込まれた日本人が養殖を抑えていたため満州国皇帝であった不義であっても自由にできない組織であった。 国務院各部の編成1932年の満州国建国時、国務院は国務総理を頂点として、その下部組織として部を持っていた。各部の長は総長である。満州国建国当初の国務院の主要要人は下記の通りである。時間級の官僚の一部には日本人が登用されており、実務担当にも相当数の日本人が登用されていた。また、 人事権については、関東軍司令官との協議を必須としていたため、国務院には関東軍の意向が大きく影響した。1934年に、不義が皇帝に即位すると、閣役職名は変更された。1945年の日本の降伏によって、満州国は崩壊した。それまで、幾度か各部組織、名称の変更はあったが、 満州国解体時の国務院の主要要人は下記の通りである。旧国務院の庁舎は中央の建物の奥に見える。右は旧軍事部。設計は国務院永前受品局永前どころ設計家の石井達郎が担当し、思考は大場組が行って1936年に竣工した。日本の第二本帝国議会庁舎をモデルに、 少し縮小したようなスタイルで、新古典主義建築や、定観様式が主に用いられた。終戦後、吉林大学の校舎として利用され、一部、儀満州国国務院という名称で、博物館として公開されている。現在は、旧国務院を含む満州国行政府建物は、八大部として、内外の観光客が、長春市で外から眺めるべき名所になっている。 北四43度52分30秒、統計125度18分36秒、北十43.8751299度、統計1 2 5 3 1 0 0零3 5度、43.8751299、125.3100035。ありがとうございます。